とか、選ぶのも、通すのもどうしようかなっていう、もう本当にラインギリギリの状態だったの。だけどここからちょっと面白いパフォーマンス見せてもらって、その規定ライン突破すれば、まあ俺が決めるんだけど、1人10秒ずつぐらいのパフォーマンスしてもらって、つまんないやつも帰れと言われで、面白ければ残ってオーディションに、参加できる。分かった。いいよ。大きくできる。ペーパーゴッドコナです。以前、朝倉さん、バハリの件すいませんでした。誰って感じだね。かぶりしちゃったんだけど、今。バハリン渡して、溝口さんに、バハリン投げられたことです。頭痛がなんだかんだって絡んだやつ。ああ。中洲から来ました。カフェパーゴッドコア乗っています。ちょっと、桜、お前に言いたいことがあるんやけど。はい。お前なんか、平本蓮さんのこと尊敬してないらしいな。俺がちょっと平本蓮さんの魅力を教えよう。マジで面白くないんですよ。一つ目、平本蓮さんは頭が痛いからといって試合を蹴らない。二つ目、平本蓮さんはお前みたいに素人をボコらない。これ座れ座れ。パスだ。全カットでめちゃくちゃ悔しい思いして、で今回こそは絶対試合を本戦を決めてもらうという気持ちでここに来ました。人生が来ました。あ、ちょうどいいんだよ。あれ、聖夜いる？聖夜さん、はい、います。あれ、お前のボスに、あれ、なんか変なことやった絡んだやつ、バファリン渡したやつ。お前調子なこと、調子止まったことやつ、面白いじゃん、これ。あれ、お前おらんかったよ。俺とやる？あ、な、やろうか。やるか、さま、ブラッ。あ、俺でやるか。やれよ。やれよ。やってんのか、君は。やるか。あ、うん。11でやっていいですか。どうする？今からやったらいいんじゃないですか。せいやと今やる？今から人生かけに来てるんで。今からやるの？